チャオ、あっちゃんです。昨日ね、シュウ君にイチジクをもらいました。いただきます。このイチジクね、白イチジクバナーネっていうらしいんだけどもね、なんかね、結構日本じゃね、普通スーパーとかあんま売ってない品種らしいね。結構珍しくてね、高級イチジクでね。バナーネはフランスから導入されたロングドートという品種のイチジクで、上の写真のように熟しても、このね、熟しても、皮が赤くならへんねんて。確かにね、イチジクって赤い皮してるやんか。それが赤くならへんねんて。で、夏果実は、全体に黄緑。ただし、秋果実は少し茶色く色づきます。黄緑やね。ちょっとこれね、茶色い。なってんけどね。うん、こんな感じ。でね、日本でも各地で栽培されるようになり、道の駅やスーパーでも見かけるようにはなりましたって。でも少ないらしいね。まだあんま見かけへんね。ただ日持ちが悪いことや、秋果実は下の写真のようにまだらな感じに茶色く色づくので、夏果実のギャップがあり、あまり市場には出回っていません。ただ個人の農園や、家庭菜園、庭秋としては人気が出ているようです。白いちじくバナーネの特徴、バナーネは、あまり避けることがなく、先は上品なおちょぼ口のような形でやや長いものが多く、軸も長めです。このバナーネというイチジクは夏かと秋かどちらもなる品種で、夏かは、前年の晩秋につけた小さな実が冬を越し、春から初夏にかけて再び成長し、夏に収穫できるようになります。この夏かは実が大きくなることでも知られています。一方秋かは、実は実自体はそれほど大きくなりませんが、表皮が少し色づき、果肉が糖度がとても高く、それに対して酸味がほとんど感じられないので、ねっとりとした濃厚な甘さを感じられるような実になります。夏かは大きさ、秋かは濃厚な甘さ、それぞれ持ち味となっています。味の点では秋かの方が美味しいと言えます。これ秋かの方がね、ちょっと小ぶりでね、白いちじくバナーネの収穫時期は、7月と9月って感じでね、っていうのを教えてもらいました。ではいただきます。よいしょ。確かにね、実がすごいしっかりしてる。小さい。秋果実は小さいねんて。もうダメだ。甘かった。硬い、ちょっと硬い。実がな、秋果実はちょっと硬い目でねっとりしてるって書いてあった。あ、そうなんや。はい。あっちゃん、あっちゃんちじく大好きなんでね。よく食べる？いただきます。甘っ。それヘタ切れてる。甘っ。まあねっとりしてる。ねっとりしてる。濃厚。ありがとうございます。いちじく大好きやから嬉しいわ。いちじくって熟してやっこくなんねんね。赤いちじくね。で、こうふわふわで食べるけど、しっかりちっちゃい実でしっかりしてんのにめちゃくちゃ甘いね。これで熟してんのすごいな。ありがとうございます。めっちゃ甘かった。なんかでもいちじく大好きやから嬉しいわ。また後で食べよう。ありがとうございました。ということで、今日はね、シュウ君にいただいた、イチジクバナーネ、白イチジクバナーネをいただきました。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。ありがとうね。ではまたね。バイバイ。